はい、よろしくお願いします。今回は高校受験対策の確率シリーズ第5弾をお送りします。で、今回はね、この3問やりますので、まずここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まずいつも通り画面下げるんですが、問題がちょっと長いんでね、そこ確認していきましょう。で、確率っていうのは、高校受験において確率はめちゃくちゃ難しいのってあんまりないんです、実は。ただ、めんどくさそうに見せるもんではすごくある。だから今回も、パッと見、数学が苦手な子とか、うわ、絶対嫌だわって思う子が多いと思うんだけど、実はルールを把握したらやることはシンプルだったりするのね。そう。だから、数学が苦手な子こそ確率は取ってほしいっていうのは個人的な思いです。いいかな。まあね、ルール確認していくと、まあ正方形がここにありますと。で、一辺の長さ2ね。で、ABCD、ほいほいこちら。ABCD 振ってあるんですけど、P がここにいて、Q がここにいます。A と D それぞれね。で、赤いサイコロの出た目の分だけ P はこっち回り、左回りに回転する。白いサイコロを投げて、出た目の数だけ Q はこっから移動していきますよっていう。で、そういうルールになっております。いいかな。じゃあこのルールで問題解いていきましょう。じゃあ画面下げますね。お待ちください。行くよ。ほ。いいかな。よし。じゃあ行きましょう。で、問題文外してしまうので、まあ、いつも通りね、自分の、ホームページの方から、この問題プリントアウトすることもできますので、よかったら使ってみてください。ドア概要欄にね、そのリンクは貼っておきます。で、まず1番は、その赤と白のサイコロをね、同時に1回投げて、P が B の位置。Q が D の位置になる確率を求めなさいっていう問題なんですが、まずね、今回、まあ、赤と白のサイコロを投げて、まあ、くるくる回るとこの辺をね、で、めんどくさそうって思うんだけど、結局使ってる道具ってサイコロ2個なんですよ。確率っていうのは、サイコロとか、コインとか、色玉、まあ、色がついてる玉ね、とか、まあ、おみくじとか、まあ、カードとかあるんですけど、そんなに種類が豊富じゃないんですよ。え、そんな道具使うんですかみたいなことってほとんどないのね。で、やっぱり一番出てくるのはサイコロです。このサイコロ2個のパターンが一番多い。で、サイコロ2個の時は、確率ってほにゃらら分のほにゃららでしょ。その分母ね、下の部分は36で固定です。これはサイコロ 1個が6なんだよね。6個しか出てない。で、6×6 で6636。これはもう覚えます。サイコロ2個の時、分母が36ってね。で、あとは、その P が B で Q が D になるときを確認していく。でね、確率って樹形図ってあるじゃないですか。で、樹形図をサイコロ全部書くこともできるんですよ。例えば、全部書こうと思ったら、1のとき、まあ、片方が1ね。1の1、1の2、1の3、1の4、1の5、1の6。2のとき、2の1って全部書いていってもいい。36個分ね。でも、これをやってしまうと、すっごい時間取られます。入試本番で。で、この時間ロスはね、かなりもったいない。だから、サイコロ2個の場合は、分母が36って分かってるので、あとは樹形図一応書くんですけど、当てはまる樹形図だけ書いていきます。全部書くんじゃなくてね。で、どういうことかっていうと、まず、P が B に来なきゃいけないんだよ。こいつが。で、こいつが B に来るときって、1、2が出たとき。3、4、5、6が出たとき。つまり、2のとき。P が2のときか、P が6のときしかないんですよ。いい？まずこれを確認する。じゃあ、P が、2が出て、まあ、B に来たと。じゃあ、Q が D に来なきゃいけないから、Q が D に来るにはいくつ出ればいいのって確認すると、こいつね。1、2、3。4、5、6。もう一周はもういけないので、つまり3の時しかない。だから、2の3の時と6の3の時しか、これしかないんだよね。じゃあ、2二通りしかなかったから2。この2が分子に来ます。上ね。だから答えを書くんだったら、下は36固定なので、36分の2。つまり、約分して、18分の1。これが、答えになります。
いいね。サイクロ2個の時は分母が36が決まってるので、当てはまるやつ、その樹形図というか、そこだけ探しに行きます。もちろんこういう解決しなくてもいいからね。自分は癖で左に丸つけるとか、そういう癖があるんですけど。で、2番。まあ、同じことをするんですが、三角形 AP、Q。こいつの面積が2になるとき。ね、これを探していくと。で、今回三角形を作るとしたとき、例えばね、じゃあ P と Q がこことここに来ます。APQ ってこの三角形ですよね。で、これ直角三角形なので、底辺かける高さ割る2。一辺2だからさ、2かける2割る2だから三角形2なんですよ。で、例えば、P がここに来てしまう。そうすると APQ で A と P が重なってるんで三角形できないんですけど、この中で三角形作ったら全部面積2になります。2にならない直角三角形できないんですよ。そう。だから逆に言うと、もう三角形ができるところを全部考えればいいじゃんって、そう考えていきます。で、どうやるかっていうと、まず P から考える。P と Q 同時に考えるのは辛いので P からね。で、こいつが1が出るじゃないですか。1が出ると A と重なっちゃうんで、三角形はそもそもできない。だから A の時はまずありませんと。で、B、P が2の時、こっちか。2が出ると、1、2なんで、P がここに来ます。そうすると、AP って1本できますよね。で、Q がこことかに重なっちゃうと、また三角形ができないんで、Q がこっちかこっちに来てくれれば、APQ、ここね。三角形できるし、上に来てくれても APQ で三角形ができる。つまり Q がこっちかこっちに来ればいい。だよね。じゃあそこに来るのは、1、2の時、3の時、4、5、6の時。なので、2の時、3の時、6の時と。こうやって当てはまるのだけ考える。じゃあどんどん言いますよ。3が出た。こいつが3だから、1、2、3。今、A と、この C に来た。A、C ね。で、もう一個。それが、さっきと同じです。こことここに Q が来ちゃうと重なっちゃうから、Q がこことここに来ればいい。そうすれば、APQ になるし、APQ になるからね。じゃあ、こことここに来るには、Q が1の時、2、3の時、4、5の時、6。もう一周いけないからね。だから、1の時、3の時、5の時と。いいね。じゃあいきますよ。次4。4の時は、1、2、3、4。P がここに戻ってくる。じゃあさっきと同じで、Q がここに重なるとダメだから、こっちにいればいい。Q がね。だから、1の時、2の時、3、4、5の時、6の時。となるので、1の時、2の時、5の時、6の時か。で、次です。5。で、5をしちゃうと、P が1、2、3、4、5になっちゃうんで、A と重なっちゃうんですよね。つまりまあ、こことここ同じ条件になるから、これもダメだと。で、6の時、なんですが、1、2、3、4、5、6、B に行きます。で、もう一回考えてもいいんですけど、これ、B の時って、2が出た時も、1、2で B でしたよね。つまり、ここと、ここって同じ条件になるので、ちゃんと書き出さなくても、さっきと同じの書けばいいんです。ここが間違ってなければ、ここも同じだからね。ということで、全部、これで書き終わりました。じゃあ、数えると、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13個。この13が分子になるので、36分の13。で、これ約分できないから、これで終了となります。非常にめんどくさく感じるとは思うんですよ。書き出すっていうのはね。でも、逆に言うと書き出しちゃえば取れるんだよ。3点、4点、受験でね。で、その3点、4点を取るかどうか。まあ、2問だったらね、6点、8点になるわけだから。それはやっぱすごく大きいとこなので、ぜひね、確率抑えてください。で、最後が、表がね、問題に載ってましたと。こっちに書いちゃったんですけど、A に止まったら1点、B2 点、3点、4点となってます。点が振られてる。で、その時に、ここはちょっとね、気をつけなきゃなんだけど、
P の点数、が、Q の点数より高くなる。この確率を求めなさいっていう話。いいね。P の点数が Q より高くなるとき。じゃあ行きましょう。まず P が1ね。で、P が1出ると、ここに来ます。1点ですよね。で、P が1点の時点で、Q より高くなることないんですよ。同点はあるかもしれないけど。だからこれ絶対ありえないんで、ここバツになります。P が勝つことがなくなっちゃうからね。じゃあ次。P が2が出ると B に行きます。2点です。じゃあ、P が勝つためには、Q が1点を取れば勝てるので、じゃあ Q1 点になってほしいと。じゃあ、ここに止まるためには、1、2、3、4。4の時。だから、ここだけ書いていく。じゃあ3の時ですね。今度、P が1、2、3で3点取ってるんで、Q が1点か2点ならいい。つまり、1、2、3、4、5を6ですね。だから、まあ、なんでだった?1 点と、1、2、3、4、5か。この3つ。なら Q が、P が勝てると。で、4の時は P が1、2、3、4で4点取ってるんで、Q が4点で同じになんだけど、引き分けだとまずいからさ。つまり、1OK、2OK、3ダメで 4OK。4、5、6も OK か。いっぱい OK だな。こうなる。で、次。5の時。で、5の時は P が1、2、3、4、5でまた1点なんで勝てないからね。これバツ。で、6の時は B に来ると。で、さっきも言ったように、6の時と2の時は P が同じ位置にいるんで同じ条件になる。だから、同じように、まあ考えてもいいんですけど、ここと同じものを移して4で OK だと。じゃあ、あと数えていくと、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。つまり、36分の10。で、忘れずにね、約分をして、2で約分か。18分の5で、これで終。そうね。ちょっと綺麗だね。これで終了となります。いいかな。まあ最初でもね、話したように確率、まあもちろんね、数学が得意な子は絶対外さないようにしてもらわなきゃいけないとこなんですけど、苦手な子がね、確率が出た時は、すげえたまにある。めちゃくちゃ難しいなってのもあるんですけど、どっちかっていうと、ルールが厄介。そう。だからそこをしっかり抑えるっていうのが大事。で、数学が得意な子もそうですけど、たまに、そのルールを理解し間違う、本番で。で、ルールを間違ったら多分全部落とすからね。だから確率のルールが複雑だなって思った時はちょっと時間取ってもいいんで、ルールを把握するとこだけはしっかり押さえてください。緊張感とかでなんか変にテンパって間違っちゃったらすごいもったいない。時間もかけてるのに全部罰とかさ、もったいないんで、ルールをしっかり把握する。で、把握したらしっかりこう、まあ、数える問題か。まあ、サイコロだったらね、分母が分かってるんで数えてしっかりやる。で、忘れず約分もするっていう形でね、ぜひね、本番得点取ってみてください。では、今回はね、この3問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。勉強お疲れ様でした。今表示されている関連動画や再生リストから別の勉強に飛ぶこともできますので、よかったらそちらもご利用ください。また、チャンネル登録や高評価していただけると励みになりますので、よかったらそちらもよろしくお願いします。では、またね、次回の動画で会いましょう。お疲れ様でした。